この CD は以下の順で流れます。2倍速の中国語、ナチュラルスピードの中国語、日本語訳、遅めの中国語、最後にもう一度ナチュラルスピードの中国語の順です。2倍速の音声はそのまま聞き流してください。リスニングにとても効果的です。2倍速の音声の後に流れるナチュラルスピードと遅めの音声はしっかり声に出してシャドーイングしてください。会話力が身につきます。それでは話し手になりきってシャドーイングしてください。ユニット14-2、日常会話、郵便局にて。我想往日本寄东西。我想往日本寄东西。我想往日本寄东西。日本へ荷物を送りたいのですが。我想往日本寄东西。我想往日本寄东西。寄航空还是寄海运？寄航空还是寄海运？寄航空还是寄海运？航空便にしますか？それとも船便にしますか？寄航空还是寄海运？寄航空还是寄海运？寄航空要多少钱？寄航空要多少钱？寄航空要多少钱？航空便で送るといくらですか？寄航空要多少钱？寄航空要多少钱？海运要多少天能到？寄海运要多少天能到？寄海运要多少天能到？船便で送ると何日くらいかかりますか？寄海运要多少天能到？寄海运要多少天能到？寄海运大概要一个月。寄海运大概要一个月。寄海运大概要一个月。船便で送ると大体一ヶ月かかります。寄海运大概要一个月。寄海运大概要一个月。里面是什么东西？里面是什么东西？里面是什么东西？中には何が入っていますか？里面是什么东西？里面是什么东西？这是易碎物品，请好好包一下。这是易碎物品，请好好包一下。这是易碎物品，请好好包一下。壊れ物なのでしっかり梱包してください。这是易碎物品，请好好包一下。这是易碎物品，请好好包一下。海关有规定，这些东西不能寄。海关有规定，这些东西不能寄。海关有规定。这些东西不能寄。税関の規定でこれらの品物は送ることができません。海关有规定，这些东西不能寄。海关有规定，这些东西不能寄。
想往日本寄东西。我想往日本寄东西。寄航空还是寄海运？寄航空还是寄海运？寄航空要多少钱？寄航空要多少钱？寄海运要多少天能到？寄海运要多少天能到？寄海运大概要一个月。寄海运大概要一个月。里面是什么东西？里面是什么东西？这是易碎物品，请好好包一下。这是易碎物品，请好好包一下。海关有规定，这些东西不能寄。海关有规定，这些东西不能寄。